はい、こんにちは、ケシャンです。今回もですね、スタイルについてちょっと研究していこうと思います。前回、前々回の話でね、こだわりはスタイルになります。スタイルはかっこよさになって、かっこよさはうまさにつながるっていう、全部の言葉がね、ループしていくような、そういうスノーボードの文化っていうのをね、みんなと一緒にちょっと勉強していけたらと思っております。で、まあ僕が、おすすめするのは地形遊びっていう、スノーボードの中でもかなりこうね、長い時間できるというのか、まあ長い間こう遊べるといいますか、もう、そんなに体がしんどくても、まあできるスポーツ、できるジャンルになってますんで、ぜひね、地形遊びっていう楽しさもね、知ってもらいたいと思いますし、まあこの地形遊びの中でどういうことができるのか、まあどういうこだわりを出して、スタイルを出して、かっこよさにつなげていくのか、うまさにつなげていくのか、うまいなーって思わせれるのかっていうのをね、みんなと一緒に学んでいきたいと思います。はい、早速なんですけども、この写真見てください。はい、ドン。はい。ということでね、これ、私ですよ。はい、私です。写真撮ってくれますね、このカメラマン。これ大阪の鳥ちゃんっていうカメラマンがね、撮ってくれた写真なんですけども、まあ、左の、こう、木の存在感ね、めちゃくちゃある存在感の元で、こう、トリックをしてるっていうもの。もう、まあ、木もさることながらなんですけども、この、ライダーを映してる影ですよね。この影がかっこいいですよね。こういう、写真めちゃ好きです。はい。で、まあ、トリックに関して言えば、これフロントサイドのテールスライドですね。ジムでいうテールスライドっていうのをやってるだけです。で、テールスライド、テールの方に体重かけて、この後に、まあ、そのまま抜くのか、トゥーセブン回してるのかは、ちょっと覚えてないんですけども、どっちでもいけるスタイルになってますよね。で、しっかりね、フロントサイドになるので、やっぱりこう、後ろ向きになって体をひねってるところっていうのが非常にこうかっこよさではあるかなと思います。で、別にかっこよくないやんこれっていうんやったら別にもうこの先見なくても大丈夫ですし、このやり方、このトリックを覚える必要もないですし、この話聞く必要ないので、まあ次の動画行くなり役なり二の目数なりやってもらったらいいと思います。ということでね、早速なんですけども、このフロントサイドテールスライド、まずできますかっていうお話。まあ、できない人も、ジムでね、レールでね、できない人も、ボックスやったらできますか？ボックスでまず、これを、完成させることっていうのが大事です。ボックスでフロントサイドテールスライドのスイッチアウトでもいいですし、そこから踏み込んで、27アウトするの、27アウトするっていうのもすごいね、トリッキーだと思いますし、ボックスでやるだけでも、注目を浴びるトリックではあるんですけども、まあ、27アウトとかができるって言うんであれば、写真のようにね、しっかり踏むことできると思うんで、後ろ足に体重乗せて、しっかり踏んで、その後、こうね、ジャンプして、くるっと回していただいてもいいですし、そのままスイッチアウトして、こう、乗り面を滑っていくっていう形でもいいと思います。これはね、どっちかというと、こう、流れるような、こう、ちょっとこう、右側の斜面から滑ってきながら体重乗せて、そこから、こう、角度の変わり目で、多分27アウトをしてるんだと思うんですけども、もう一個写真見ていただきたいのが、こっちです。はい、どうも。はい、これね。これね、一緒です。フロントサイドのテールスライドやってます。で、これは多分ね、27アウトしてないんじゃないかなというか、これ多分ね、さっきよりもスピード感がないような感じになってると思います。スピードがなくて、この角度の変わり目までちょうど止まるぐらいで、こう、ね、頂点で止まって、そこからまた戻っていくようなイメージ。で、こう多分トリックしてると思うんですけども、止まるぐらいの、ちょうどピークで止まるようなぐらいのスピードで、こうすること、そのまま、ひねることによって、またさっきとは違うスタイルになります。わかります？言ってること。ね、同じことをやってても、もちろん見る角度によって全然違いますし、やることによって、スピードによっても全然スタイルって変わってくるんですよ。不思議ですよね。これって不思議ですよね。このこだわりっていうのが、だからトリック、同じようなところでも違う、トリックのように見える。この同じトリックじゃないように見せるっていうのもこだわりですし、これも本当にスタイルだと思いますし、まあ僕はこういうのかっこいいなと思うんで、かっこよさにもつながるかなと思います。で、まあこのトリックに関しては、その先ほども言った通り、ボックスなどで、テールスライドを練習していただいて、テールに乗せるっていうことと、体をひねるっていうことを、マスターしてあげれば、もう地形でも全然できると思うんで、まあその辺はね、あとはもうスピード調整とかっていうのはこうテクニックになってくるんで、そういう風なことはもう現場で試してもらえばいいかなとは思うんですけども、これね、意外と簡単ですよ。
特にね、スピードが怖いっていう人でもできます。特に2枚目の写真なんかで言えば、この写真で言えば、テールの、もう頂点越すか越さないぐらい、もう越してしまうとダメなんですけどね。越さないぐらいのスピードで行ってあげて、ちょうど頂点になった時にテールの方に、体重をかけてあげて、体をひねってあげるっていうだけで、こういう風なスタイルが出るんで。で、まあ、もしもっと、もうこの写真にもダメ出ししたいんですけど、もっと言えば、この左足前でこう浮いてる足をですね、右側、前、奥側にね、蹴り出すことができれば、もっとひねれて、もっとかっこいいスタイルになったなっていうのはね、もうこの自分で写真見てても、あ、もうちょっとこうやったらよかったなって思う部分ではあります。でもね、まあまあ十分スタイルは出てると思いますし、実際この現場で見ても、おって思ってもらえるんじゃないかな、あ、なんかやってるなって、技やってるなっていう感じには、こう見ていただけるのかなとは思うんで、まあまあ、いいんじゃないかなと思います。ただ、このね、動画見ていただいている方、特にね、これから地形遊び、していきたいっていう方とか、トリックってどんなんやろうとか、どういうことからやっていったらいいんだろうって思う方にとってはね、こういうのテールプレス、まあ、テールスライド、ニーナーアウトとか、もう、別にできなくてもですね、結構このスタイルっていうのは作りやすい形にはなってますんで、ぜひね、こういう地形見つけたらトライしてもらえたらいいかなと思います。あとね、まあ地形だけじゃなくてキッカーのリップとか、まあリップでやるとね、怒られたりするんであれですけど、イメージとしてはそのリップで止まるか止まらないかのスピードで、こう、ピークまで来てからこういう風にこう、まあ、リップの方で止まってあげるとこういうスタイルを練習しやすいですよね。まあ、イメージとしてはああいうような形のところでやってあげるっていうのが非常にいいんじゃないでしょうか。ということで今回は地形遊びにおける、まあ、かっこよさ、こだわりスタイルの中で、まあ、こうどういうトリックができるのかっていう一つの案としてね、テールスライドをお見せしました。これをね、ぜひね、試してもらいたいと思います。興味ある方はぜひやってみてください。それじゃあ、また次の動画で。